宮古島の南東部に建設された福里ダム。地下ダムとは、透水性の地層から不透水性の地層に向けて、連続的な地中壁を造成する方法で、透水性の地層の中に水を溜める構造のダムである。これを建設すると、ダムの付近では水を利用しやすくなる一方で、ダムから離れた場所には影響が出る可能性もある。地中壁は、 地表面から不等水槽に向けて、グラウトを数メーター間隔で連続的に設置する方法で施行し、方形や馬底形の形に囲い込む。この結果、囲まれた透水性の地層では、地下水が逃げ場を失い、地下水位が上昇する。これによりダムの機能を有するに至る。二種類の地下ダムがあり、一つはサブサーフェイスダムと呼び、もう一つは、 サンドストレージダムと呼ぶ。サブサーフェイスダムは、耐水層の中に、水を通さない材料で作成した、地中壁を、地表の直下に設置して建設する。地中壁の材料としては、レンガや、石、コンクリート、鋼鉄、ポリ塩化ビニル樹脂など多様である。このタイプのダムを設置すると、地中壁によって、地下水の流れが妨げられて、 地下水が溜まり、容易に井戸から地下水の汲み上げが可能となる。サンドストレージダムは、水位を上昇させるダムで、砂漠の川や、オアシスなどの付近の水の流れに対して、貯水を目的として構築される。地表を流れていた水面よりも、包みの高さを高く作る点は、普通のダムと変わらないものの、ダム湖の部分が、大差によって埋まることを前提として建設される点が、 異なる。従って、ダム本体の強度が強固でないと決壊の可能性があるため、十分に強固な構造になるように設計され、建設される。このタイプのダムは、貯水を実施すると、ダムの中に砂などが溜まり、その溜まった砂が、水の蒸発を妨げる点が重要である。溜まった水は、ダム本体やパイプにより井戸を通して地上に出される。 水位が上昇した分だけ、灌溉なども行いやすくなる。地下水の流れを遮水する、地下ダムを積上げ地下ダム、過剰な地下水の組み上げに伴い海岸部からの、塩水くさびの侵入を防止する、塩水素子型地下ダムなどがある。ただし、一つの地下ダムでも、機能的には重複している場合が多く、特に海岸付近では厳格な区分は難しい。つまり、 海岸付近の地下ダムは地下水を溜めるために作られるが、塩水の侵入を防ぐためにも作られるからである。地下水ダムが作られる場所は、水源の少ない小規模な島や砂漠などの乾燥地帯である。具体的には、アフリカ大陸の北東部、ブラジルの乾燥地帯、アメリカ合衆国南西部、メキシコ、インド、ドイツ、イタリア、フランス、日本の小規模な島々で作られてきた。 なお、日本では、沖縄県や鹿児島県に点在する、石灰岩質の離島地域に、農林水産省の国庫補助事業などで10カ所以上に、作られた。世界では、中華人民共和国宣誓省や台湾兵東県、宝庫諸島、サハラ砂漠南園部のブルキナファソなどで見られる。セメントや、合成樹脂など、水を通さない材料を注入する。また、地面を掘って、 そこに石垣を築く方法なども行われてきた。A.B. Onda, H, M, イルマズ Underground Dams, A Tool of Sustainable Development and Management of Ground Resources, ヨーロピアンウォーター 35から 45http コロンスラッシュスラッシュ www.ewra.net スラッシュ ew スラッシュ pdf スラッシュ e w 2 0五5 1から12零五 pdf イルマズメチンコントロールオブグラウンドウォーターバイアンダーグラウンドダムスザミドルイーストテクニカルユニバーシティ2012年5月7日閲覧ありがとうございます